ユミです。9月に入りお部屋を秋の模様替えをしました。秋らしいリースを作りました。外へなかなか出かけられないんですけれども、お家の中でも秋らしい装いを楽しもうと思いました。今日は秋のリースを2つ作りました。今日はこのお花たちを使ってリースを作っていきます。
ご覧いただきありがとうございます。今日は私のお部屋の秋の模様替えの様子をお届けしました。せっかく四季のある日本です。秋を楽しみたいなと思っています。最後になっちゃったんですけれども、 IKEA のワイヤレス充電器をご紹介します。これポンと携帯を乗せるだけで充電ができちゃうんです。すっごく便利なのでご紹介しちゃいました。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。